温泉。今年の誕生日にある女の人から誕生日プレゼントを頂戴した。あ、わかった、モテた話を書くつもりなんだ。チキショー、あっち行けなどと早合点しないでほしい。その女の人というのは一種の公的な関係の人なので、そのプレゼントも一種の公的な性質を帯びているものなのである。どうか安心してほしい。誕生日プレゼントというと、まあ普通は花束とかケーキとかセーターとか、そういった華やかなものを想像すると思うが、僕が頂戴したのは日本名湯巡りというものであった。俺もとうとう誕生日に温泉巡りを頂戴する年になったかと、多少うらさみしい気持ちになった。こういうものは敬老の日などによく出回るものなのである。日本名湯巡りといえば、まあ普通は箱根とか別府とか花巻温泉とかの宿泊券付き周遊券といったものを想像すると思う。ところがこれが粉なのである。正真正銘の粉。粉がなぜ名湯巡りなのか。プレゼントを紐解くと、中から4つの小袋が出てきた。タバコの箱を平べったくしたような袋には、それぞれ登別の湯、箱根の湯、玉造の湯、別府の湯と書かれてあって、中に 25g の粉が入っている。つまり登別の湯の粉を1袋、ご家庭の宝放浪バスなどに溶かすと、その湯はたちまち登別温泉と同質の温泉に変貌するという代物なのである。濃縮果汁還元の発想というか、農協果汁 50% の思想というか、そういう考え方が温泉にも適用されたのである。しかしこれは大変便利なものである。この4袋を毎日1袋ずつ使用すれば、今日は登別、明日は箱根、明後日は別府という夢のような日本縦断温泉巡りができるのだ。富豪のような豪遊生活が送れるわけなのだ。しかもご家庭の宝放浪バスに入ったままで富豪生活が送れるのである。僕は直ちに富豪生活に入ろうと思った。そしてそこでさらに素晴らしいことを思いついたのである。今日は登別、明日は箱根などとケチなことを考えている場合ではない。何しろ富豪なのだ。登別と箱根と玉造と別府をブレンドして一挙に浴槽に投入し、登別と箱根と玉造と別府温泉にいっぺんに入浴してしまうという恐ろしいような壮大な快挙を思いついたのである。これを豪遊と言わずして何が豪遊か。粉などと言ってバカにしてはいけない。粉だからこそできる豪遊なのだ。粉の豪遊なのだ。そういうわけで僕は4カ所合同の名湯に入湯したのであるが、その気分はどうだったかというと、実に複雑なものでありました。小さな宝放浪バスに身を縮めてはいるが、実はこれが富豪の生活なのだ。何しろその中では日本各地えりすぐりの名湯が巡っているのだ。浴槽の中で膝を抱えてじっとしているが、これで日本各地の温泉を巡っていることになるのだ。しかもいっぺんに巡っていることになるのだ。ただじっとしているのとはわけが違うのだ。どうだ、ざまあみろ、バカにすんな、はははは、などと寂しく笑ったりしたのでした。そうして頭に手ぬぐいを乗せ、膝を抱えながら本物の温泉について考えを巡らせ始めたのであった。